また来ました。今日はかなり本当に夏っていう感じで、暑いです。今日もあの食材持ってきてあるんで、まあ適当にまたしょぼいバーベキューとかしながらですね。で、水かさもだいぶ少ないんで、まあ大丈夫とは思いますが、あ、カエルいた。あと熊よけにこれテレコンを持ってきたんで、はい、あと虫よけ対策にあのペポラップですね、これ体に塗ってればまああの涼しいっていうのもあるし、虫よけ対策にもなる。まあちょっと今だとまだあの虫が出るような季節じゃないんで、だいたいお盆過ぎてからあのわんさか出てくるんですけど、まだそういったあれじゃないんで、時期じゃないんで大丈夫とは思いますが、一応虫除けに、あとこれですね、これはまあ熊除け対策一応してみました。まあこんな感じで、はい、火がつきました。ちょっと火力強すぎるんで、少し落ち着いてから焼きに入りたいと思います。木一本抜くか。今日はですね、まあ、砂肝とちょっとおもろいものを1個持ってきたんで、それをまあ焼いていこうかなと思ってます。ちょっと火力が強すぎるんですけど、冷凍の鶏ガラ50円ですね、冷凍の鶏ガラをまあ、解凍っていうか、その辺にほっぽってたら、まあ、ちょっと溶けちゃったっていうやつ。これをですね、あの、焼いて、あと、まあ、砂肝はまだいいや。もうちょっとしてから。これはね、あの、骨ごとバリバリ食べる感じで食べようかなと。思います。まあ、ちょっと火がいい感じになってきたんで、まあ、砂肝も焼いていきます。まあ、調味料はあのあれですね、まあ、塩と胡椒とか、まあ、アクセントに一味とか他にも様々あると思うんですけど、まあ、ここはシンプルに遠赤外線でじっくり焼いていきます。あと、今日はちょっとかなり午前中に来たんで、一本だけぐらいだったら大丈夫かなということで、飲んで寝てから帰りたいと思います。夕方ぐらい、夕方過ぎぐらい。ちょっとやっぱりあの天気がいいんで、天気が良くて、まあちょっと雲はありますけど、この間より。泊まりっていう感じで今日は行こうかなと思います。一応テントも何も持ってきてないですけど、なんかその辺の葉っぱで、蚊帳じゃないけど、なんか社みたいなのを作って、で、まあそこで、まあ寝ないですよね。まあ一晩だけなんで、寝ずの日の晩っていう感じで、いう感じでやった方がいいですかね。ただ食料がないんですよ。もう食料がこれぐらい、これと米は持ってきてあるんですけど、これぐらいしかないんで、食料がないんで、まあ蛇とか出たらいいですけど、でも別にそこまで殺しまであの食べなくてもいいんで、
ね、今日は1日ぐらいなんでいいかなとは思うんですけど、もし何かあったら虫とか適当に捕まえてそれを食べるっていうのもいいと思うんですけど、ちょっと砂肝を食ってみましょう。買った。うん、まだちょっと生、風味は美味しいですね。でもこれちょっと焼くのに時間がかかるんで、こっちのこれはもう50円って売ってるんで、結構しかも肉がついてる。じゃあちょっと砂肝も焼けたみたいなんで食べてみます。うん、うまい。うん、コリコリしててうまいですね。うん、まあそれだけなんですけど、ちょっとですね、雲行きがなんか急に、まあ怪しくなってきたんで、雨雲っていうか雲がだんだん集まってきたんで、ちょっと一旦すぐ逃げられるようにだけ、準備してですね、で待機っていう感じにしましょうか。万が一上流の方から、鉄砲水来て流されてしまう可能性もあるんで、まあすぐ逃げられるんですけど、高台になってるんで、こっちの方が。ただまあ、万全に万全を、あれして、ちょっとね、なんか雲がちょっと出てきたんで、まだあっち晴れてるんで大丈夫とは思うんですけど、はい、砂肝で英気を養ったので、まあ焚き木ですね。焚き木を、まあ、適当に拾っていきたいんですけど、まああんまり、キャンプファイヤーほど大きな火をあげるわけでもないんで、とろ火でいいし、とろ火だと燃料を集める体力もそんなに使わないし、楽なんで、ちょっとくすぶってりゃいいかなっていうぐらいに焚き木なんで、こういった細くて生ゴミみたいな、焚き火ですね。それは集めていきたいと思います。うん、あとですね、予想通りピーカンになってきたんで、予想通りもうピーカンな感じなんで、私もピーカンなテンションで、まあ、ちんたら、やっていきたいと思います。一瞬ちょっと雨雲的なものがかかってたんですけど、あとですね、こういった濡れた木があるんですが、こういった濡れた木もですね、こういう太陽の下でさらしとけば乾いて焚き木として使えるんで、まあ、川からひょってきたやつでもいいですけど、っていう感じで、川のお掃除兼焚き木になるっていう話ですね。手で焼けたみたいなんで、どっから食べていいのかわかんないけど、ちょっとじゃあかじってみます。うん、うまい。うん、これはうまいですね。50円で結構肉もついてるんでいいですね。ただ一旦、まあ、少し解凍してから、食べて、で、身を食べたら、あと骨も焼いてっていう。これフライにしても、フライドチキンにしたら、骨ごとバリバリ食べられるっていう風にして、よく上をしのいでたんですけど。めちゃくちゃいい天気です。
私の方もだいぶお腹がいっぱいになったんで、まあこれちょっと食べてみましょう。うん、うまい。やっぱお腹がいっぱいになったんで、軽く水浴びして、洗い物済まし、あと帰るだけにして、って感じで、あとは夜を待つという感じにしたいと思います。ちょっとウイスキー持ってきたんですけど、あんま酔わないですね、やっぱり。天気もいいくて、汗もダクダクかくんで、あんま酔うとかそういったのはない。はい、じゃあ、まあ、米を炊いていきます。米炊いていくっていうか、まあ、お粥ですね。まあ、適当に川の水で洗って、あと煮出して、この粒が柔らかくなるまで、煮て、あと、まあ、スープみたいな感じにして食べると。まあ、もっと米はいっぱい持ってきてるんですけど、ちょっと明日の食料がなくなってしまうかもしれないんで、まあ、0.255 ぐらいですね。これ煮出してスープみたいな感じにして飲みたいと思います。最高ですね。もう最高です。気候も条件も今日は最高の日です。はい、テンション上がりますね。まあそれだけですけど。はい。ということで、ご飯、まあ、米スープ、もうかなりいい感じでですね、炊けたんで、でもう芯もなく、で、だしにこの鶏の骨入ってるんで、ちょっと食べてみましょう。あ、うまっ。うまいですね。うん。多分今日食べた中で一番うまいかもしれない。うまっ。鶏の出汁とちょっとした塩分と、うん。ちょっとわかりづらいかもしれませんが、だいぶ日も暮れてきたというか、落ち着いてきましたね。まあ、もう完全に酔いはもう冷めちゃったんですけど、まあ特別することもないんで、あとはまあこれおかゆゆっくり食べて、少しもうちょっと暗くなったら、かねてから、作っていた自作のランタンがあるんで、それランタンに火を灯していけるかどうかっていうのをまあ試してみたいと思います。はい。ちょっとですね、米スープがちょっとうますぎたんで、もう一杯作りたいと思います。まあ、ちょっとお腹はいっぱいなんですけど、すでにいっぱいなんですけど、まあ、小腹が減った時に食べられるようにっていうんで、一旦作っておきますね。これは一番うまいですね。甘みがあって、食べやすく、癖がなく食べやすいんで、米スープですね。まあ、おかゆ的な感じですけど。はい。ちょっとですね、ちゃちゃが入ったっていうわけじゃないんですけど、ちょっとなんか釣り客の人が、ポツポツ来てたみたいで。なんで、まあちょっと帰りますわ。帰ります。帰るっていうか、まあ撤収して、ちょっと、待機してっていう感じで、ですかね。
いい天気です。